G7、 ロシア資産接収検討を加速、ウクライナ支援に活用、報道。米紙ニューヨークタイムズは21日、先進7カ国 G7 が経済制裁の一環で凍結したロシアの資産を接収し、ウクライナ支援に活用するための検討を加速させていると報じた。バイデン米政権が日本を含む G7 各国に対し、ロシアの侵攻開始から2年の節目となる来年2月24日までに方針をまとめるよう呼びかけているという。報道によると、 G7 が接収を検討しているのは、ロシア中央銀行が外貨準備として保有している約3000億ドル、約43兆円の資産、ウクライナ侵攻後に凍結されており、 G7 はこの活用方法に関して複数の選択肢を協議している。米国、対ロシア二次制裁発動へ、決済支援した銀行が対象。米国はロシアの軍産複合体による資金決済に関与した銀行を対象とする新たな制裁措置を講じる。ウクライナ侵略を続けるプーチン政権に手を貸す資金の流れを断つ取り組みの一環だ。バイデン米大統領は22日、日本の大統領令を修正し、ウクライナでの戦争をめぐり、いわゆる二次制裁を米国として初めて発動できるようにする。記者団に説明した政府高官が匿名を条件に明らかにした。これにより、すでに関連の制裁を受けている企業と取引をした場合、銀行に対し金銭面での厳しい罰則が課せられることになる。取引相手がロシア絡みの制裁を受けていることについての認識の有無にかかわらず制裁の対象になる。米国の銀行はすでに制裁違反に倣いようコンプライアンス、法令遵守、対応で多額の資金を投じており、新たな制裁措置をさらなる頭痛の種と捉える銀行もあるとみられる。国際的な銀行の多くはロシアとの直接取引はすでに行っていないが、ロシアとの貿易に関係する金融活動を続けている第三国の金融機関向けにコルレス銀行業務を行うことはあり得る。イエレン米財務長官は声明で、制裁の迂回回避を意図的もしくは意図せずして手助けすることがないよう金融機関があらゆる取り組みをすると見込んでいるとし、ロシアの戦争に絡み便宜を図った金融機関に対し断固たる措置を講じるため、今回の大統領令で認められた新たな手段の活用をためらうことはないと表明した。米当局は今後数週間にわたり米国と欧州の銀行に大統領令について説明し、制裁違反にならないよう対応する必要があると警告する予定。ロシア軍が味方ジェット機にロケット砲を連射、誤射で撃墜の危機も前段外す。ウクライナ国内とみられる場所でロシア軍のジェット機が味方のロケット砲に撃墜されそうになる瞬間を映した驚きの動画が浮上した。ロケット砲は低空を飛行するスホイ25機をかすめるように5発発射されたが、パイロットはギリギリでこれをかわして難を逃れたようだ。ロシア軍はこれまでにも味方に損失をもたらすミスを繰り返してきた。動画はメッセージアプリテレグラム上にある戦争支持派のアカウントが投稿したもの。投稿された2本のうちの1本目はスホイ25戦闘攻撃機が多連装ロケットシステム MLRS の上空を低空飛行している様子を捉えたもの。その後、立て続けに少なくとも5発のロケット砲が発射されたが、ギリギリのところで機体には当たらなかった。この動画が撮影された場所や時期の詳細は明らかになっていない。同じ時に撮影されたものとされる2本目の動画はスホイ25のパイロットらしき人物と地上の軍関係者の怒りに満ちたやり取りを捉えたものだ。とにかく迅速に敵を撃つ姿勢が招いたニアミス。ロケット砲の発射を受けて怒りの声を上げているのが誰なのかは不明で、近くを飛行していた別のパイロットの可能性もあるが、ロケット砲が発射された後、一人の人物が地上にいる部隊に対して気をつけろと警告している声が聞こえる。 X 旧 Twitter のアカウントウォートランスレーションズによる翻訳を見ると、この人物はあいつらに知らせろと述べた後、とんでもない間違いだと言っている。その後、別の人物の声が同性愛者を意味する差別用語を吐き、MLRS の担当者を強く非難。あいつらを撃ってやる、そう言っておけと言っている。この一件についてロシア軍の少佐2人は次のように述べた。我が軍の戦士たちは果てしなく勇敢なものばかりだ。とにかく迅速に敵を撃つために周囲で起きていることは見ていない。今回の動画は極めて稀なケースだ。
投稿された動画には、この劇的なニアミスをロシアンルーレットになぞらえるコメントも寄せられた。ロシア軍はウクライナで航空機300機以上を失った。ウクライナの戦場に出撃するロシア軍のスホイ25をめぐっては、11月にウクライナ東部のドネツク州で撃墜される様子を捉えた動画も浮上していた。ウクライナ軍参謀本部によれば、アウディーユカ近郊でのこの撃墜により、ロシア軍がウクライナへの本格侵攻を始めてから失った航空機の数は323機となったという。本市はこの数字について独自に確認を取ることができておらず、ロシア国防省にメールでコメントを求めたが返答はなかった。スホイ25は1980年代前半に実戦投入され、2017年まで製造が続けられていた。今回のニアミス事件は大惨事に終わった過去の複数の事故を思い起こさせるものとなった。例えば2007年にはコンゴ空軍のスホイ25が独立記念日のパレードの最中に墜落した。北東部の都市キサンガニ近郊で行われていたこのパレードには、ジョセフ・カビラ大統領当時も参加していた。問題のスホイ25は隊列を組んで飛行中だったが、エンジントラブルが発生して隊列から外れた後に墜落。この事故でパイロットが死亡した。ロシアのプリゴジン氏殺害はパトルシェフ氏の指示か、米メディア報じる。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者のプリゴジン氏の死をめぐり、ロシアのパトルシェフ安全保障会議書記が関与していたとアメリカのメディアが報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルは22日、プリゴジン氏が乗ったビジネスジェット機の墜落をめぐり、パトルシェフ安全保障会議書記が殺害計画を承認したと報じました。西側の諜報員とロシアの元諜報員による情報だとしてます。パトルシェフ氏は現在、プーチン大統領に最も影響力があるとみられます。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、パトルシェフ氏は2022年夏以降、プリゴジン氏の存在が増していくことを懸念して、プーチン大統領に、プリゴジン氏にかけるのは危険すぎると警告していたということです。2023年6月にプリゴジン氏が武装蜂起すると、パトルシェフ氏はプーチン大統領に代わって反乱鎮圧の指揮を取り、プリゴジン氏の殺害計画を8月初めから立て始めたということです。プーチン大統領は殺害計画を知った上で反対しなかったと報じています。ウォール・ストリート・ジャーナルはパトルシェフ氏が安全保障会議書記に任命された2008年以降、各国を訪問し、政府高官らとの関係も強化して政治力を蓄えていったと指摘しています。プリゴジン氏の排除により、プーチン政権内でのパトルシェフ氏の発言力は一層強化されたとみられます。ロシア大統領府のペスコフ報道官は今回の報道について、パルプフィクション、安っぽい作り話だとコメントしました。プーチン氏発言、ロシアが戦いの主導権を握っている、大統領選を有利な形に。防衛省防衛研究所の兵頭慎治研究幹事と東大先端科学技術研究センターの小泉悠准教授が22日 BS 日テレの真相ニュースに出演し、ロシアによるウクライナ侵略について議論した。プーチンの大統領は今月19日の会合で、ロシアが戦いの主導権を握っていると述べた。兵頭氏はこの発言について、プーチン氏が来年3月の大統領選に出馬することから、国民に特別軍事作戦が順調に進んでいると述べ、選挙運動を有利な形で展開したいのだろうとの分析を示した。小泉氏は、ウクライナ軍の反転攻勢の失敗で、ロ軍が主導権を握りつつある、と語った。迎撃したロシアのミサイルは2割、ウクライナ、防空網導入の遅れ。ウクライナ空軍のイグナット報道官は21日、ロシアが昨年2月の侵攻後に発射した計7400発のミサイルのうち、迎撃できたのは1600発で、約2割にとどまったと明らかにした。ロイター通信が伝えた。撃墜が難しいロシアの極超音速ミサイルにも対応可能な地対空ミサイルシステム、パトリオットなど、欧米の防空システムの導入が遅れたことを理由に挙げた。ロシア軍が最近になり多用しているイラン製無人機シャヘドについて、イグナット氏は3700機のうち8割弱の2900機を撃ち落としたとした。10から15州が毎晩シャヘドの撃墜に関与していると述べた。